はい、どうも皆さんこんばんは。元気してますか？久しぶりかな、多分。編集もなかなか最近できてないので、今日はね、年の瀬でね、いやもうここ最近何回も喧嘩のシーンをね、3回ぐらいかな、遭遇しました。さっきもね、ちょっとここ来る前に喧嘩みたいなしてましたね。年の瀬シーズンですからね、皆さん喧嘩だったり飲みすぎだったり、ぜひ注意していただきたいと思います。というわけで本題なんですけどもね、今日は、昔シドニーに留学していた時の友達が僕のことを誘ってくれて、でスペシャルゲストとしてですね、まあ、誰も知らないサプライズゲストとして、呼んでくれています。なのでどういった反応をみんながするかというのをですね、ちょっと楽しみにしたいんですけども、特に何も用意してありません。とにかくね、ちょっと行ってみたいと思いますので、上野イカセンターだったかなに行くらしいですので、ちょっと時間遅れてますけど行ってみたいと思います。こっちかな、方面的には線路の近く、まあここは上野ステーションでしょ、こっち側だと俺は踏んでるんですけど、どこかな、これだ、見つけました。タケは？タケさん、まだ来てないです。まだ来てない、あ、やってもらった感じやな、これ。ってことは、タカシも来てない。まだ来てないです。あの、お久しぶりです、牧野光大です。ですよね、はい、びっくりした、マジで。そうそうそう、いや、びっくりした。スペシャルゲストで、スペシャルゲストで、どうしたんだよ、俺のこと。登場失敗して、大失敗ですね。今、着きましたけども当の人が来てませんでした。というわけで今2人いますけど、普通に絡まれたと思ったみたいです。いやー、マジかよ。いや、俺もだからフェイスブックとかもあの通知オンにしてないから、連絡が来てないと思って、あ、もう普通に始まってると思ってたの。あー、そうだ、そういうことか。ということで、だから知らない体で来た時に僕隠れて、おいって感じで来ればいい。あー、まあそういうことですね。まあそんなうまくはいかないですよね。あの、気づいてくれたんでよかったです。というわけで、今は喫煙所に隠れてここにいます。向こうでね、みんないるんですけど、で、僕がサプライズで登場すると、知らない体でどういう登場しようかと考えてますけど、楽しみですね。今来たみたい、来たみたいなんですけど、全然気づかれてない。あ、来た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 、見てるし、懐かしい顔ぶれです。俺が登場したらどういう顔をするのか楽しみですね。はい、じゃあそろそろですね、動かしに行きたいと思います。なんて言うでしょう。すいません、僕の席どこですか。お、あれ遅れてんじゃねえ、なんか行きやがってよ。おい、1時間遅れだぞ。失礼しました。逆に驚かせられたわ。リアクションが薄い。薄いよ、リアクションがよ。え、呼んでた誰、メインウェイさん。いや、俺もじゃなかったら俺らも。そうだよ。え、呼んでたんですか。そうだよ。たまたま会ったみたいな感じで、さっきもいや、そういう顔されたよ。冗談じゃない、本当に。俺のビールどこ行ったんだよ、それで。あ、それが、あ、すいません、ありがとうございます。うわ、すげえ。じゃあ、久しぶり。久しぶり。マジでびっくりした。最後の、いや、
トしてほしかったな。というわけで全員揃いましたんで、これから飲みたいと思います。みんないい人たちだな。やばいやつ、ちょっとやばいやつ。上のやべえな。上のやべえと思った。こやついっぱいいるなと思って。いやいや本当に、いや早くさっきのやつ言ってよ。見た目が変わったやつとかさ、会えるとは思ってなくて。あ、はいはいはい、びっくりしました。びっくりしました、はい、あ、よかったです。どんな弱くなってる。どうですね、弱くなったよね。なんか仲良くしてもらったから。そういうのじゃなくて爽やかになったとかさ。いや爽やかになった、なった、イケメンになってる。そうですか。いやいやいや、そんな終わりかい。さっきのどこ行ったんや。回したらなんか振り返れちゃうから。いやまあでも、いや無言になるの。みんななんで無言になるの。撮られ慣れてない。あ、撮られ慣れてないからね。時間湧いてきたわ。実感湧いてきた。カメラ意識してる。よく映ろうとしてる。そんなにあの何千人とかが見るわけじゃないんで大丈夫。これなんてどうでしょう。ランタン、ま、我が家ね。我が家か。見せて。我が家。いや懐かしい。あ、そうか、フリーマーケットみたいな。あ、そう、パディスね、パディス。めっちゃ暑いな。当時の俺だよ、これ。結婚おめでとう。ありがとう。当時の彼女と。すごいね。で、夢も叶えて、もう今幸せじゃない。こんな広大さん見つけちゃいましたけど。やばいなこれ。若い、めっちゃ若い。シロさん家でしょ。やばい。このイメージなの。キラキラしすぎだろ。キラキラしすぎ。出てる、全部出てる、ね、出てるね。フィルターなしみたいな。やべえと思ったら逃げてください。俺は何も着ないんかい。おいで。よし、いいっすか、カメラ。いいっすよ。だからイカ釣りたいと思います。おー、はい、何匹釣るんですか、今日の目的は。目標は7。そんな釣れるかい。一人一匹じゃ。そんなか。そうや。これやっぱイカっぽいよね。そうだね。今日も今日さ、この十字の数だけ釣っていい。ちなみに今ヤエイカも混在してます。はい、だからどっちが釣るかわかんないですけどね。なんか言ったね。これ真ん中にあのラインが入ってるのがこれスルメイカです。真ん中ラインが入ってるのが。よーし、よーし。これ手前にいるのスルメイね。あ、これスルメイ。これ2つ見てるよ。どっち釣んの。ヤエイカ行ったけど、あ、今行きますよ。みんな隠れてるし。お、手前、これ手前よ、これスルメイ。そんな跳ねなかったね、思ったより。いや、そうなの。あ、手だけ引きな。俺もすごい震えてたんだけど。あ、ごめんなさい、分かりました。いや、そこはイカに上やんでしょ。さっきとちゃうやん、話。ちょっとね、今ちょっと億劫になってる。あ、そうなんですね。まあ、落ち着かれて、結婚されて、はいはい、丸くなりましたね。いや、なったんですよ。昔のオケだ。あー、言ってるオケだ。怖いな、おい。これも完全にアップしますからね。これはいいっすよね。全然いいっすね。はい、さっきのあれはちょっとあれして。さっきの。いや、釣りましたよ。めっちゃ腰飛んできたね。俺ね、一滴もかかんなかった。いや、これはよくなかったね。こちらだけかかってる。全部こっち飛んできてたって。来てて。本人、結構向こう向いてなかったね。来てない。めっちゃ濡れちゃう。ほんとだ。めちゃ濡れてる。よかったね。中地、食レポ、エビですか。エビですね。何に見えたんですか。イカ。うわー、美味しそう。
いきなり食っちゃう、ね、普通なんか言うよね。弾力がすごい。イカと同じ感想。ダメだこいつ、ダメだ。ベテランがここにいますんで。これ、なんですかこれ。え、これなんだろうね。動いてるんじゃん。動く、さすがに死んでると思いますけど。イカ、イカ、イカ、いや、これイカ、エビですね。どんなコメントが出るのか、果たしてまさかのプリケツや。プリケツ出た。これはおもろい。俺のよりはおもろい。まあね、それは10点中3点鬼点。そんなに変わらない。死ぬパターンしかない。そうだよ、そうだよ、イカね。さっき釣ったやつですから。プリケツだからね。これ早く、はい、絶対美味しい。これ何ですかこれ。肝醤油。肝醤油、あー、肝でさっき吸ってたやつ。そう。汚い食いからだな、本当に。養老の滝、養老の滝。養老の滝。イカセンターですよ。イカの養老の滝。養老の滝で千葉の養老渓谷ですか。養老渓谷のこと。滝みたいになってたよ。見た目っていうか、これね、もうちょっと笑ってもらわないと。なんかめっちゃなんかぶたぶりみたいなして、なんかそう。いや、確か足のこと一回も言ってないじゃん。見た目が滝っぽいから。養老渓谷この時点で言えますか。そう言わなくて、食う前のやつなんですよ。いやいや、でも行きます。これは行きましょう。一回だけ。石原の味がする。黙れ。汚いぞ。おい、飛んできた。おい、いい加減にしろよお前。なんで吉原で行くの。なんで吉原で。高橋さん、吉原行ったんすか。ちょっと待ってください。これは一回高台行きましょう。絶対手本ですよ。あ、やばい。この時点で、あれ？イカとは思えない白さ。肝醤油ってのはこの腹ワタにこうつけてね、食べるっていう新しいスタイルですよね。聞いたこともないし、ちょっと食べさせていただきます。いいかな、食べて。あれ、まだ動いてるよこれ。大丈夫？動いてへんから。動いてない。動いてない。動いてない。匂いがもう違うもん、イカの。すいません皆さん、いただきます。これ、あの店に1匹しかないイカなんで。イカは匂わないから、ね、匂わないんですか。じゃあいただきます。吉原の味。ずるかった今。吉原の味しないですもん。教えてくださいよ。吉原の感想はどうなんだ。これはもう、いや、これちょっともうカットできないです。すいません。行ってないよね。行ってない。行ってない。いや、行ってないって言ってくんないと。いや、今のだと行ったみたいになっちゃうよ。今日なんで遅刻したの。遅かったですよね、だいぶ。8時まで頑張ってたね。8時に来ました。なんで。ちょっと渋滞に巻き込まれて、何の渋滞かわかんないですけど。はい、でも事実ですよね。大事だ。よし、飲みましょう。はい、飲みましょう。はい、今出てきました。今からちょっとね、また違うとこに行ってみたいと思うんですけども。平成の方にさ、あ、みんな背高いの。平成の方はマジです。どこ行きますか。どうしますか。どうしますか。どうしますか。高橋さん。ちょっと饒舌の高橋さん。ゆういさん、カメラ慣れしてないですね。僕もですけど。そうですよね。カメラ怖いですよ、カメラ。いやいやいや、もうカメラでいい思いしかないんで。捕まったことしかない。どうしましょうかね、本当に。ゆういさん、ちょっと高橋さん、お願いします。酔っ払いです。